冬は何を履けばいいんだ。3月に入り、だいぶ春らしい陽気が増えてまいりましたけれども、まだまだやっぱり寒いです。この寒い季節にって、パタゴニア好きの皆さんはどのようなズボン、パンツを履いたりしますか？今年の冬の記録としても、今日はこれを議題にお話ししていきます。こんにちは、太田志也です。ご視聴どうもありがとうございます。パンツはね、大事ですね。とは言っても僕のレビューの中でもやっぱり 95% ぐらいは上半身のトップスのことばかりお話ししちゃっております。大切な理由一つ目は、まあおしゃれ的なところでも大切です。この頭から足先までの半分は上半身、半分は下半身なんですよ。なので、まあ、どんなものを履いているのかっていうのによってだいぶテイストが変わってきます。スウェットパンツを履いているのか、シッとしたタックが入っているズボンを履いているのか、デニムを履いているのかというのによって、まあ、上半身に着ているものをこうより整えてくれるというようなイメージですね。まあ、あとは防寒対策、厚いもの、薄いもの、ふかふかなもの、風を通すもの、いろんなのあります。まあ、とは言ってもトップスほどに選択肢が少ないからどうしても軽視されがちっていうところもあると思うんですよ。あとは快適性、重ね着をして防寒対策をするっていうことは快適性とのトレードオフになるんですね。寒い季節に1枚上着を追加するっていうよりも、実は下半身の方を1枚追加した方が暖かかったりします。そして、動きやすさも損なわれないので非常にいいですね。まあ、具体的にはタイツなんかを1枚追加するとすごい暖かいけど、まあ、そこまで動きにくくなることもないっていうところで、暖かさのコストパフォーマンスでいうとタイツは最強。まあ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 、下半身っていうところでいうと、まあ、シューズであったり靴下もすごい大事なんですけれども、まあ、それよりもバーンと面積の大きいこのパンツっていうところを今日はクローズアップしていきたいと思います。では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 、この寒い季節僕は何を履いていたのかっていうところを、まとめていきます。まずちょっと年間を通してなんですけれども、一番軸として履いていきたいのってデニムなんですね。デニムがめちゃめちゃ好きなんですよ。なのでデニムを履きたい、なんだけど、まあ、寒い季節とか暑い季節っていうのはちょっとしんどいのでデニム以外のものにずれていくっていうようなイメージなんですね。でこの例外になった時にこうパタゴニアの、まあ、ショーツであったりとか暖かいズボンっていうのを履いたりするんですけれども、まあ暖かい方についてはね、結構ラインナップ選択肢の幅が少ないなっていうのが僕の意見なので、パタゴニア好きの皆さんってトップスはまあパタゴニアで結構バリエーションあって細かく暖かさとか選べるんだけれども、パンツは何を合わせてるのかなっていうのがすごい知りたいので、よかったらこんなの履いてますっていうのをね、コメントなんかで教えていただけると嬉しく思います。では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 、じゃあ僕が、このシーズンこんなものを履いていましたっていうのを、ご紹介していきます。まず一番暖かいっていうところのナンバーワンでいくと、前ご紹介したんですけれども、このナノパフのパンツですね。これはね、本当に最高に暖かいです。まあ、家の中だったりとか家の近所だったりとか、まあ、あとアウトドアとかであればいいんですけれども、街に出て買い物をしますっていう時だったりすると、それはあまりにもカジュアルすぎるんじゃないかっていうところが、こいつの特徴となります。そしてその次がこのユニクロのダンパンっていうやつですね。これはね、非常に暖かいです。外側の生地は、まあ、割と防風性があるような加工がされていて、内側にあのふかふかめなフリースががっつりとも入っておりますので、これはねすごい暖かくて僕大好きです。まあ見た目的なところはまあややスポーティーな感じはありますけれども、
まあ街で買い物に出る時でも7日風に比べるとこいつはいけるかなっていうような感じで、まあ家の中でももちろん快適性も非常に優れておりますし、バランスが取れていていいですね。そして価格が結構お求めやすい価格なので、色違いで揃えたりとか洗い替えとかで揃えれるのがすごいいいですね。まあそして僕のスタンダードですよ、軸ですよっていうお話しした、まあデニムですね。これはリゾルトの710っていうモデルで、めちゃめちゃ大好きなやつで、まだ育てきれてないのでだいぶ手放っているような感じなんですけれども、これもいずれはがっつりとレビューを作りたいなと思っているところでございます。で他にもデニム何本かあって、このリゾルトはね、割とこうサイズをあまり大きく履かないのがいいっていうところがあるので、割とタイトなんですね。なので残念ながらリゾルトの中にタイツを履くっていうのはできないっていうところがあるんですけれど、まあ別のモデルのもうちょっと、サイズにゆとりがあるものだったりとかは、このデニムの下にタイツを履くっていうところで過ごしておりますけれども、やっぱりね、動きやすさっていうところでいくとちょっと落ちてしまうので、どうしてもこの、まあ、短パンとかに逃げたいなっていうところがあります。まあ今年はね、あと少し頑張れば暖かくなってくるので、こういう悩みからも解放されると思うんですけれども、また来年の秋ぐらいになってくると、冬のパンツどうしようっていうところになってくると思いますので、皆様何かおすすめがありましたらコメント欄で教えていただければ嬉しく思います。そんな感じで2020年の冬、こんなパンツで戦いましたっていうところの、お話でございました。こちらのチャンネルではまたパタゴニアのことだったりとか、僕のこだわりライフなことについてお話ししていきますので、まだの方はコメント登録噛んじゃったまだの方はチャンネル登録していただけると嬉しく思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。チンチラパンツ履けばええやんって思うじゃないですかね。チンチラ大好きなんだったらさ、なんかチンチラパンツってどうなのかなって思っちゃうんだよね。なんか風通しがやたらなんかいいような気がしてスースーしちゃってさ、まあ一回履いてたことがあるんだけれども、あとなんかね、丈がね長かったりとかしてね、ちょっとあなんかラボっとしてるなみたいなのが嫌だったんですよね。Xサイズとかにすればね、なんか良さそうな感じはするんだ。